原子力規制委員会は、原発で大きな事故が起きた際に放射性物質がどのように広がるかのシミュレーションに再び間違いがあったと発表しました。これで二度目の訂正です。再び訂正をしないといけないという事態をお詫び申し上げたいと思います。間違いがあったのは佐賀県の玄海原発と鹿児島県の仙台原発のシミュレーションで。 共に九州電力から提供された風向きデータが180度ずれていました。九州電力が風上と風下を取り間違えて取りちがえ取り違えていたということです。先月公表されたシミュレーションをめぐっては、公表の5日後に6カ所の原発で間違いがあり訂正があったばかりです。原子力規制庁は。 重要なデータを事業者に頼っている構造自体に原因があるが責任は我々にあるとしています。